丸焼きみがよ、新潟の会社ですのあごだしラーメン、ノンフライ麺に液体スープがついています。麺は角断面でしっかりした歯ごたえがあり、表面が滑らかです。でもラーメンらしい匂いはあまりしません。スープは和風で脂っ気が全くなくあっさりしています。トビウオの出汁が強く出ていますが、喉越しは自然です。この製品はナンバー403に地酒ラーメンとほぼ同じものでしょう。麺もスープもラーメンとそうめんの中間的な製品です。